皆さん、こんにちは。ニュースチャンネル、長谷川幸宏です。今日は、マスコミ論の2回目のそのうちの後編。前回に引き続いて、高橋陽一さんと2人でやっていきたいと思います。高橋さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それで、今日は、ここからの話は何を知っていただくというと、言うかというと、高橋さんが考える、これが、その、なんていうのかな。生き残る秘訣そうじゃなくて、これが、なんていうの、うん決め技だって、うん、高橋さんが考える決め技これおそらくね長谷川さんは元マスコミだからね、うん、マスコミの生き残るっていう観点で考えると思うんだけどね私は今ね、はいはい、マスコミが、まあ、IT みたいなところがあるから どういうふうな技を仕掛けるとマスコミはコロッといくかって話をしますよコロッと降参するかって話うん、だから、それにやっつけられる、だから逆に言うと、その私のこの技をね、うん、切り返せばまた違うんじゃないの、うん、と思うんだよね。なるほど。はいはい。じゃあ、その話をお伺いしましょう。うん、何ですかこれで、ポイントはね、マスコミの人の苦手なのが2つあってね。ほ、は、う、い。英語と数学なの。勉強の話をすれば英語と数学なるほど、はいはい、これは苦手なんだな大体だから文学系とかそういうのが多いからさ数学となるとね私もねさっぱりダメだよでしょいつかもうあなたにまず最初に英語のフィルタリングで結構マスコミの人はダメなんだよ、うん、あだって留学してる人とかほとんどいないじゃないそういや長谷川さんはさそのうち珍しい人だと思うよ留学してたりね在外こうな特派員かなんかやってるって人はでも会社の中でそんなにたくさんいないでしょそれはあと100人に1人もいないよ少ないでしょいない、うん、でしょ、うん、だから英語との話はすごく弱い人が多いんだよねそうだね、うんうん、確かにその通りですよ。まあ私のね、うん、経験でもね、まあ外国いるでしょ。うん、海外取材とか、まあよく、まあ昔現役の頃やりましたよ。そうするとね、どうかな、取材レベル、つまり、取材相手に会って英語でインタビューして、あるいは英語で情報取って聞ける。うん、あるいは議論も、英語で、まあそれなりに、うんうん、まあそこそこできるというのはね、まあ各社、一人か二人いたかなそれは問題だよね。つまり、一国でね、海外。たくさん人がいるのに。いや、まあ、はっきり言うとほとんどいないよ。うん。それは役人やってる時に分かってね、英語の資料を見せるとね、うん、もう訳してくれって言われるんだよね。ああ、はいはい。うん。うん。うん。英語の数表でもね、訳してくれって言われるからさ。訳してくれ。なんか分かんねえのかなって正直って思ったくらいなんだけどこんなの英語見りゃ分かんじゃないかなというふうに思ってたけどダメなんだよね、まあ、よく言われるのはさワシントンの話なんだけどほら経済、うん、財政問題とかね、まあ、経済政策の話、うん、これね取材するのどうやってするのかアメリカの財務省に行ってあるいはFRB に行って取材するのかって、まあ、そういう人もいるよ中には中にはいるけども中にはあなたも知ってるでしょネタ元どこかそう、IMF に行く。IMF に行って、もしもしだからね。IMF の相手の職員が財務省の職員だからね。そう。IMF、ちょっと読者のために、じゃ視聴者のためにご説明すると、国際通貨基金ってところ、IMF にはですね、理事室があるんだよね。で、日本も確か理事だったよね。で、そこ行くとさ、うん、財務省の役員がみんないるわけだ。そうだよ。で、ここで、何でもかんでも全部説明してくれる。だから、もしもしだもん。電話が。電話が。理事室のオペレーターって外国人なんだけどさ、もしもしは知ってるからさ、すぐ繋いでくれるもん。そうだね。だ日本のあれだよね、駐在の人はほとんどあそこにもしもしだよね。まあ、それとね、まあ、支局は多分今でもそうだと思うけど、各社支局はね、都会の支局はみんなね、助手さんがいるわけよ。優秀な。うんうん、で、この助手さんが、まあ、はっきり言って新聞からね、チッカーって言うんだけど、要するにロイターとか AP のね、うんAFP とか、通信社の、うん、情報を全部読んでくれるわけ、うん。それで、これとこれとこれがニュースになりそうですよっていうのを全部、うん、選んでくれて、うん、単なる取捨選択だけでなく、日本語に直してくれて、そうでしょ。それも流してるわけでしょ。だから大体、ワシントンに行った時の駐在の人で、英語できる人ってすげえ少なかったよ。まあ、あなたのさ、今でも、あなたの周辺にいる人で、ワシントン経験者って結構いると思うけど、いるけど、どうざっくり言って、みんな英語できますか？
取材できないよ誰も誰もちょっとこれ特定の人ではイメージして聞いてんじゃないけど、ないけどね。ね、本当にね、取材できる人ってのは本当に数えるほどしかいないね。そうだろうね、うんうん、取材できてちゃんと、だから例えばあの記者会見で手挙げてちゃんと質問できる人ってほとんどいなかった。うん、そうね、うん、それはそうだ、うん、でしょ。だからそのレベルだから、うん、実は英語の文献っていうのが情報のネタなんだけど、これを例えば国際機関かなんかのやつをポロって読んで、いや書くだけで実は記事になる、うん、日本では。その通り、うん、だからつまんない、ね、英語の文献って本当にネタの宝庫だからね。そうそう、だから簡単なんだよ、うん、これを、あの、それでみんなさっきのさ、あれだけ駐在の人なんか全部やってないから、あの、ちょっとしたところでアメリカの政府なんか山ほど出てくるから、ちょこっと見て、うん、ポッと 見るだけで記事になっちゃう、うんうん、まあ私もね、正直に白状するとね、全くその通りでね、うん、ほら、朝日新聞や読売新聞や日経新聞なんか読んだってさ、コラムのネタにならないでしょ、ならないや、ね、だからさ私はニューヨークタイムズとかフォックスとかね、うん、それこそアトランティックとかニューズウィークとか、まあいろいろあるけど、うんうん、その手の、もちろんホワイトハウスと財務省もあるけど、国務省もあるけど、まあそういうところのペーパー見てるとね、これがネタになるんだよね。そうでしょ。だからちょっとかけてしまうでしょ。かける。だって国務省とかさ、国防総省なんてもう報告書が山のように出てるからね。出てるよね。うん。だからそれペラペラ見てるだけでさ、日本の新聞がキャリーしてないものものすごいあるから。そうそう、だから私なんかも、うん、その IMF のもともとのやつとか、ワールドバンクのもともとのやつとか、うん、そういうのを、うん、FRB のもともとのやつっていうのを見て、うん、それを訳す感じで、あの、解説してると、うん、1個はできちゃう。まあ1個どこじゃないな、特に IMF のさ、あの、ワールドエコノミックアウトルック。あんなのたくさんできちゃうよ。あんなのはさ、もう5本や6本かけるよね。かけるよ。だから、うん、あの、そのレベルなんだよね、日本のマスコミっていうのが。うん、その通り。だから、はっきり言うと、英語ができるだけで、それができちゃうから、うん、でも英語ができる人なんてのは結構日本にたくさんいてね、そういう人は実は新聞なんか読まないで、そういうのを一時資料見ちゃうわけです。それでもう、うん、それでなんとかなっちゃう。っていうかね、うん、それを見てれば、もう全く世界の動きは大丈夫。日本の新聞なんか読む必要ない。うんその通り、はい、それが英語の話で、英語ね、はい、それからで、それにあと数学を組み合わせるんだよね。ここだよ、数学になると全くアウトになるから、ここだ、でちょっとね、あの一個ね、面白い資料見せてあげますよ。これサンプルとしてね、はいはい、民主主義っていうのとコロナの話っていうの、おお、はいはい、こんなのはさ、面白いでしょ、うん、民主主義とコロナがどういう関係あるかっていう話なんですけど、これ産物だね。そうだよ。それでね、結構ね、もともとの、あの、論文っていうのは、あの、もちろんもともとの論文には民主主義の話っていうしか書いてなくて、これはエコノミスト、あの、イギリスの。はい、あの、エコノミストのインテリジェンスユニットっていうのが毎年毎年出してて、はいはい、それぞれの国の民主主導と等々のこうのってあって、これ英文で100ページぐらいなんだけどね。まあ面白いって面白いんですよ。はい、で、それにね、はい、あともう一個ね、あの、コロナの話っていうのは世界中にデータベースたくさんあって、あの、100万人あたりの死者数っていうのもすぐ出るんですよ。で、はいはい、片っぽは、まあ、160個ぐらいのデータがあって、片っぽは200個ぐらいだけど、それで照らし合わせると、実はそれぞれの国で民主主義指数っていうのと、コロナの死者数っていうのは全部出て、これ点を打つと163個なんだけど、こういう点になるわけ、ね、うん、はい、で、これすごく簡単なんだけど、要するに民主、左になればなるほど非民主主義国なのね。はいはい、中国あるな、はい、中国ってあるでしょ。それでね、うん、右になると民主主義、民主主義国なんだよね。うん、日本があるな。すごく想定できちゃうんだけど、非民主主義国っていうのは強烈なことができるから、うん、コロナは全然流行んないんだよ。ほー、はい、はい、はい。民主主義国になるとピンキリになるわけ。ああ、そうだね。なるほど、なるほど。だから、右上がりの三角形になるんだよね。ああ、そうだね。はい、はい。それが見事当たってるんだよ。なるほど。うん。それでね、あの、この中でね、左の中国ってのは当たり前なんだよ。強烈なことができちゃうからさ。なるほど、はい、全部強圧的にできちゃってね、うん、だからあの、うん、非民主主義国でコロナなんか絶対流行んないんだよ。非民主主義国だとね、そう、うん、で、うん、民主主義国はね、腕によって違うんだよね。うん、腕ね、なるほど。それでだからね、これはね、G7 の国だけちょっと選んだんだけど、イギリスなんかはやっぱり失敗してるからさ、うん、民主主義国すごく右上にあるね、うん、右上にあるの。アメリカもそうでしょ、うん、フランスもドイツもそうなんだよ、うん、でもそうだね。日本は一番右の下になってるんだよ。これ成功してんの。そうだよ。それでね、これがね、これ言うとね、あのね、まあ、ジャーナリストの人とか、個別の人、あの、事例の人はね、これはね、うん、あの、なんか土足のない文化だとすぐ言う人いるんだけどね、あの、土足上がるような、土足の、うん、平気な、不潔なところじゃないんだって言うんだけど、この国見ると、うん、右の下はね、実はね、163カ国と10カ国あるんだけど、うん、左にちょっと書いてあるでしょ？オーストラリア、うん、
フィンランド、うん、アイスランド、うん、これみんな土足だよな、うん、あと、はいはい、モーリシャス、ニュージーランドも土足だよね。あとノルウェー、はい、韓国は違うけどね、はい、あと台湾とウルグアイで、はい、でこれはそれ今の読み上げた国はドットはどこにあるの？ん？右の下、一番右の赤いところ。ああこの右の下のところの中身が今も読み上げたオーストラリア以下ね。そうそうそう。なわけね。なるほど。はいはい。民主主義国の中の超優等生なんだよね。なるほど。はい。で、こういうのは、土足文化なんだと。うん、こういう、こう土足とか全然関係なくて、これ実はね、うん、すごく強権的に民主主義国なんだけど、強権的にある程度できる国と、うん、あと日本は強権的にできないんだけど、財政支出ものすごくして、うん、要するに、うん法律の無知じゃなくて、札束の無知で叩くってタイプなんだけどね。うん、みんなそうなんだ。つまり、札束の無知で道を閉めたから、抑えられているんだと。そうそう。だからそれで、マスコミはもう、ね、連日文句ただただ言うけどさ、パフォーマンス見るとさ、うん、ほとんど悪くないんだよね。なるほど。民主国でこんなになってるのは驚異的なんだよね。なるほど。もう全く違うような解釈なんでしょ。そうだね、面白いね。でこういうのはあれで、ねうん、モデル作ってさ、なんていうかな、うん、この右上がりになって、うん、民主主義国はピンキリになるっていうので予測、うん、というそのモデルになるんだけどね、うん、それで分析するとこういう形になるわけ。これさ、私の無知、うん、ちょっとさ、私の無知を晒すようで、うん、ちょっとあれだけど、あえて聞くけど、これってさ、要するに元データがあるわけでしょ？あるよ。元データが。それでその元データをザザザザッとこのエクセル作業して、それでこの散布図に落とし込む作業をあなたがやったと。こういうこと？基本的にはそう。それでもちろんこれやるためにはさ、民主主義と非民主主義国、民主主義国と非民主主義国がどうなるかっていうことを一応分析しながらやってるんだけどね。うんうんうん。で、こういうのって絶対にマスコミには出ないよね。それだってさ、今言ったことだけど、エクセル作業自体がまずできないから。できないよね。だからこういうのは絶対にマスコミに出ないやつ。で、これちょっとアップデートしてちょっとやると論文にはなるんだけどね。ああ、そうだね。でも、細かくしていろいろとなんか論文にするんじゃなくて、エッセンスだけポッて書けば記事なんだよね。そうだよね。取材は全く誰にもしない。まあでもさ、今マスコミの話でやってるけどさ、マスコミ以外のいわゆる専門家の皆さんでもさ、そういう情報発信あんまないよな。うん、学術的にはこれを1年ぐらいかけてやる人はいると思うけどね。ああ、そうだね。だから、まあ、社会科学者だったら、これはいいテーマだもんね。うん、だからそれを、なんかもう、その論文の審査かなんかを通るために手間をかけるっていうことをしないで、うん、これはだからあっという間にパッてやって、もう、うん、記事として書いちゃうわけですよ。なるほどね。でこういうのっていうのは意外にあれなんだよね、うん、読者多いんだよね。そうだね、うんうん、新鮮なんだよね、全然マスコミにないから、うん、だから英語と数学使うとこういうのが書けちゃうって話。なるほど、そういうことです。英語のところだとね、長谷川さんみたくね、いろいろなね英語が、いろんな国際機関とか国務省のレポート読んじゃったからちょこっと書かれる、うん、それで隠しているけれど、ここまでになるとほとんどいなくなるんだよ。ちょっとだんだんさ、商売のさ、楽屋裏をさ見せてくるような話になっちゃったけど、うん、でも確かにそうだけど、これができれば、まあ、高橋陽一と議論ができるっていうかね、同じようなことができるわけだ。そうよ。まあでも、だから、うん、こういうのが付加価値じゃないかなと私は思うの。うん、で、なぜかっていうと、今のマスコミにないからね。うん、そうだね。まあ今、パッと今の話を聞いて思ったのは、イギリスのフィナンシャル・タイムズ？うん、フィナンシャルタイムズが、まあ、時々ね、この手のことを、うん、まあ、やったりするよね。時々あるね。時々。ある。あそこには、だから統計の専門家なんかも雇ってるんだろうな、きっと。多分いるんだよね。ね。だから、フィナンシャルタイムズなんか見ると、これはね、うん、実は民主主義を、翌軸にしたでしょ？うん。それで、翌軸を実はね、うん、経済を取ってやることもできるんだよ。だから、それは経済と、実はコロナの関係っていうのもできるんだよ。うんうんうん、なるほど。いろいろできるんだよ、うん、そういうのは。うん。でも、こういうふうな見せ方って、記事っていうのは、今のある話をちょっと深く分析できるでしょ。だから、そうだね、こういうのを見せると、うん、実は日本のやってることがどこまで、まともなのかっていう評価もできるわけじゃない。う
うん、その通りだ、うん、あ うん、ちょっとさ、またちょっとやぶからぼうな質問だけど、あなたはさ、こういうことがやっぱり好きなの？一言で言うと、うん、面白いじゃない、人がやってないからつまりさ高橋陽一何者かというと、要するにこの手のデータがいろんなものがあるときに、こうやって解析して見せるっていう作業が、うん、あなたは面白いと思ってるわけ。だって人がやんないから。まあ面白いよね、確かに。それはだからさ、安治川さんがさ、あの底辺だって言ったときにさ、あの珍しいものがいいだって言ったと一緒だよ、うん、ああなるほどなるほど、うん、要するにあれでしょ、うん、人間が犬を噛んだらニュースになるって言ってたでしょ、それ珍しいからでしょ。でもこういうのは珍しいからいいんじゃない。そうだけど。ああ、そういうことね。うん。付加価値っていうのはそういうとこなんじゃないの？やっぱり珍しい話とかそういう変わった話。まあ、その通りです。うん。うん、いや、ああ、今日は非常に勉強になりました。まあ、私も、とてもじゃないけど、数学であなたに貼るようなんて全く思わないんだけど。あともう一個これさ。あ、ちょっとこれ何？これね、これは数学の話でね。実はこの番組でもさ、いろんなの使ってるわけね。うん、これ、長谷川さん覚えてると思うんだけど、2ヶ月ぐらい前に、はい、はいはい。まあ、うん、GoTo トラベルの話でどうなるのかって、うん、という話したときに、まあ、私が、コロナのピーク、2ヶ月前だったけど、1月の中旬ぐらいだってはっきり言ってるんだよね。うん、うん。そう、うん。こういうのっていうのは、これ実は数学使ってるんですよ。うん、なるほど、うん。こういうのが多分一番ニュースになるんじゃないの、価値。なるほど。この時も1月中旬って別に当てずっぽうで言ってるわけじゃなくて、全然あなたはデータを見て、それを分析してる。ってことね、うん、だから、川端さんがいろんなこと言うんだけど、いや、そういうふうになりませんよって、すぐ言ってるじゃない。言ってた。あ、はいはい。で、うん、こういうのは、私なんかデータ解析してるから、実はこういう、この手の情報ってほとんどマスコミにはない。出ないね。そうだね。言えないんで、みんな。うんうん、で、あえて言うと当てずっぽになるか言えないのね。あ、そうそう。まあ、当てずっぽで言う人は言ってる、たくさんいると思う。当てずっぽは意味ないからね。それで、あとね、この手の話ってね、実はね、学者もね、すっごく少ないんだよ、言うのが。そのくせね、べきだ論とかね、うん、いろんなことはみんな言うんだよ。私は全然違うんだよ。べきだ論と全く違うんで、予測なんで、うん。なるほど。わかった。じゃあ、ね、ちょっとじゃあ、最後、視聴者のために一言言っておこう。つまり、高橋さん、いろんなこと言ってるけども、うん、それは多くの人が言っている、当てずっぽで言ってるわけじゃなくて、言ってない。その場合ね、画面に出していない部分で舞台裏でちゃんと計算してるんだってことね。そりゃそうでしょ。いや、そりゃそうなんだけど、それはそうかもしれないけど、うん、そんなことやってるのはあなたしかいないからさ、うん、でも私こういうふうにやるから、例えば菅さんなんかはね、とか安倍さんなんか、うん、高橋さんの予測ってやっぱり聞く価値があるっていうことになるよ。まあそうだな。まあそこを選んだらちょっと、うん、うん、だからあなたの価値はそこだね。多分視聴者の皆さんも、私もしかしたらそこが気がついてない方がいらっしゃるんじゃないかと思って、あえて今ちょっと念押しでね、言ってみたんですけども、そういうことだな。うん、だって、こういうのが、もしかニュースでたくさんあったらさ、それで後でね、マスコミの人ってさ、あ、う、と、ん、すっごく忘れるでしょ、前を。うん、忘れる。でしょ？そうそう。そこは私は理解できないんだけどさ、だからみんなその場で適当に言ってんのかと思うくらいだよ、正直。ああ、まただから忘れちゃうんだと。うん。うん、私なんか全然さ、その、なんていうかな、何回聞かれても同じようなこと出てくるんだけど。まあ逆に言うとさ、あなたはさ、その舞台裏のその計算過程は見せないよね。だってそれは言ったってわかるわけないし、意味ない。ほいで、意味があるとすれば、要するに外れたか当たったかってそれだけでしょ。ああ、まあ要するに、あなたの計算過程は、その、あえて公開したところで意味がないと思ってるわけか。だって、何でもそうだけど、私だから、べきだの言わないっていうのは、うん、自然科学に近いんだよね。要するに、こういうの予測して、やって、予測して当たる人が実は大体正しいんだよ。うん、自然科学は議論するんで、議論で決着をつけるんじゃなくて、みんな予測して、予測の試合で、実は一番当たる人が勝つんだよ、最後。ああ、なるほど。うん。うん、だから、そんなの議論じゃないんだよ。だからもうただ単に予測してや、正しいことをいつも言ってる人ってのは元になる考えが正しいというふうに思われるんだ。なるほど。うん、ああ、そういうことですか。うん。うん、だから あなたのために言うとさ、その内側のね、あなたのその計算過程、そのプロセス、うん、それを、まあ、記事じゃなくて論文でもいいと思うけど、そういうもの書いたら、結構これはね、これはこれでベストセラーになるかもしれないよ。どうでもさっきのさ、なんていうの、新聞発行部数なんてすごく単純だよ。加速度を計算してるだけだからね。もしかしたらマスコミの社長がみんなそれこぞって買うかもしれないですよ。だってさ、あれでも答え言っちゃったらつまんないじゃない、はっきり言うとね。だから過程を、まあ、公開するのは簡単なんだけどね。要するに、どんどん計算式だからね。
うん、何でも公開できるんだけどね。それは例えば、そのコロナの話で言ったら、ほら、再生産数ってあるんでしょ、うんうん、あれの推計に、うん、とほとんど一緒なんだよね。なるほど。ちなみにさ、あれ、うん、あなたいろんなところでいろんなメディアっていうかチャンネル持ってるけども、うん、あなたはそういうのをどっかでこう、高橋塾みたいなので公開してんの？言ってるよ。例えば大学で授業で公開してんの？もちろんやってるよ。それであと、ああいうふうな予測なんかは、グラフ出したりして、現代ビジネスなんかでよく書いてるよね。だから、うんうん、後で検証はされるような格好で書いてるんで、いつも。間違ってのは間違い。ただし今まで1波2波3波でほとんど当たりだけどね。なるほど。わ、うん、かりました。まあじゃあこれご覧になって将来ジャーナリスト希望っていう方はね、お若い方だったらぜひその高橋さんにその計算の仕方とか考え方とかテクニックとか手法とか教えてもらったらいいかなと。うん、そうね。だから英語と数学。うんだよね。よくわかりました。というわけで今日は英語と数学が決め手だ、マスコミの救い道はそこにあるということでございました。高橋さん、今日もありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。失礼します。はい。